はい、ナイスアブマスターです。ナツです。今日はですね、美味しい牡蠣が食べれるってことで、またね、いつものいろんなものが食べれるとこ来てます。牡蠣祭りっていうぐらいなんで、めっちゃいっぱいあるはず。やっぱり牡蠣っつったらあれですかね、合うやつはシャンパンもしくは白ワインですよね。まずはそれを探しに行ってみたいと思います。フランスまで行きますか。じゃあフランスまで、じゃあちょっとフランスまで行きましょう。じゃあそれでは、牡蠣って言ったらやっぱシャンパンですよね。そうですよね、なんかマリアージュの言葉もありますし。ありますよね。でも牡蠣って好きですか。そうだね、好きじゃないんだけど、はい、でもやっぱこうなんかシャンパン飲んだ時とかって合いますよね。あ、そうですよね、なんか調べたところによると、そのシャンパンとかしゃぶりとか、ああいうのってすごいミネラル感が強くて、で酸味がしっかりある、だからなんか牡蠣に合いますよみたいなことだそうです。まあ、そもそもしゃぶりってうまいしね。そうですね、だからやっぱ合うよ。ミネラル感は確かに分かるけど。そうですね、まあ、シャルドネ州ですね、ブドウでいうと。もう辛口の、ね、白ワインが大好物なんで。ああ、それは素晴らしい、だから本当にね、牡蠣なんかはそういうの合うね。ちょっと癖があるんだけど、いやそれがいいんだろうね。でしょうね、なんかそのシャルドネ州がよく育つ土壌っていうのはやっぱりそれもともと牡蠣の殻とか貝の殻とかが入った、そういう土壌で育ててるもんで、ミネラルを含んでる土壌だよね。そうですね、そういうのがなんかいいんじゃないのみたいなことがネットで書いてありましたけど、それはいいでしょう。それは、やっぱり大人の食べ方っていうのもね、そうですね、楽しめるといいかなと思いますけどね。まあ生牡蠣なんかだとウイスキー垂らしたりもね、あ、はいはいはい、しますよね、はい、なんかおしゃれですね、大人の食べ方。やっぱり僕ら大人ですからですね。そういうのを提案できればだと思いますけどね。夏くん、シャンパンどれにする。結構いっぱいありますけど、本当のシャンパンっていうとこれがちゃんとシャンパンかなって書いてある。書いてある。シャンパン。飲みたいんで、これにしようかな。これいきます。これいきます。もう一個さ、白は何しましょう。白は、なんか一応人気ナンバーワンって書いてある。これがこの前も言った、ここでしか買えないんですかね。ですね。じゃあこれにしときましょうか。ですね。じゃあこれ一つ、これにします。これとこれ、シャンパン行きましょうか。行きますか。と、来ました。来ました。これが牡蠣祭り。牡蠣祭りの牡蠣。これがね、ボテナレで、焼き牡蠣で、牡蠣フライっていう風にね。だから柚子が乗ってて、だからいい香りはします、やっぱいい香りですよね。それで、さっき仕入れてきた、この、夏くんが仕入れてくれた。アイアラ。ブリュット。マジュール。マジュール。高級シャンパンです。早速開けちゃっていいですか。ええ、開けちゃってください。いい音、いい音しちゃったな、シャンパン。開いちゃう。これ斜めに入れると炭酸が抜けづらいって聞きました。そんな入れ方もあるらしく。昼間からシャンパンですけど、まずはマリアージュのいただきます。おうおう、いいですね。これはね、辛口ですごい美味しいワインですね。ちょっとミネラル感もちょうどいいかもしれないですね。ちょっとなんかリンゴっぽい感じは、ありますね、合わせちゃいますか、ちゃんとマリアージュするのかい。マリアージュしちゃってみてくださいよ。
するね。するしますね。大人の味ですかね、やっぱり。うんうん、美味しい。合いますか。合いますね。じゃあ私もじゃああれやってみますかね、同じように、うん、はい、ではこれいただきます。うん、あ、なんか変な臭みもなくて、うん、すごくねあっさり食べれる感じね。牡蠣のちょっと癖がない、あの取れてるっていうの、柚子で、うん、美味しいですね。めちゃくちゃ合いますねこれ。やっぱシャンパンが美味しいね。ですね、うん、牡蠣と合う、いいです。じゃあ続きまして牡蠣フライいかしていただきたいと思います。ガブガブ飲んじゃう。牡蠣、うん、はね、タルタルソースがうまいですよね、うん、絶対合うよね。いけますよ、うん、お、うん、うんうん、うまそうだねこれ。あ、うまい。合う合う合う。合いそうだもんね。合いそうですよ、まあ、炭酸だからやっぱ揚げ物はやっぱいいですよね。あ、うん、いいですね。ちょっと私もこのシャンパンをちょっと継がしてもらって、これでいくらでも飲めちゃうやつだね。うんうんうん、うん、視聴者の皆さんも、まあ、シャンパン好きな方多いと思うんですけどね、牡蠣、うんうん、と合うんだろうな、牡蠣ぐらい、牡蠣ね、牡蠣ですよこれ、うん、結構身も詰まってますよこれね、うんうん、あ、これ美味しい。サクサクでやっぱ調理の仕方がうまいのかな、あの、うん、牡蠣がいいのか、うん、牡蠣のねよくある苦味みたいなああいうのもなくて、うん、本当に美味しいですね、うん、これはうん、絶対シャンパンと合うんですけど、うん、いい祭りですねやっぱ合います。これ合いますしかもう言葉がないですね、うんうん、土手鍋です。ほら牡蠣もプリプリで大きい、ほら大きいですよこれ。いきますよ。味噌味ですね。うんうん、温まりますね、うんうん、味噌味とあんまり合わないかな。あ、意外と合わない。でも美味しいです、すごい温かい。合わないやつを私も食べてみようかな。冬の牡蠣って言ったら 何でしたっけ。マガキが冬の牡蠣ですよね。うん、身がすごくでも大きいねこれ、うん、いやでも料理としては結構ありだとは思うんだけど、酒飲みからしたらあのフライとか、うん、あの焼き牡蠣の方があっさり食べれるっていうかね、うん、これは本当にこのままご飯とか、そうですね、食べたくなっちゃう味っていうか、うんうん、でも美味しいですよね、うん、熱々で温まりますね。冬はいいかも ね、 そうですね、うん、でこちらねこの前も動画であげたんだけど、このピノブランっていう、まあここのねフランス館でしか買えないっていう、このアルザス地方のワインですね、うんうん、白ワインです。これをが、まあ、牡蠣とどういう感じでマリアージュするか、これも開けてみたいと思います。さあもうかなり寒いんですけど、ね、そうですね、まあ、手が
そして今日リックさんいないのでリックさん牡蠣食べれないんで、リックさん、まあその動画はまたね、ハロウィンの時に上げた動画がリックさんが牡蠣に当たるっていう動画なんですよそれまた楽しんでもらえばいいと思う、あ、今日はリックおじさんは来てません。なんだろう、酒飲み動画みたいになってますけど、これピノブラン、ピノブラン、いただきます、いただきます。なんだろう、サイゼリヤのワインのちょっとうめえやつみたいなそれ多分ね、そんなにうまくないよ。サイゼリヤのね、種類はあれも好きなんですけどなんかそこまで辛口じゃない感じなんだけど、ね、まあ、嫌味はないよね。やっぱ白とかシャンパンの方が合うね。ですね、うん、赤じゃないね、やっぱ魚介は、うんうん、どっちが合います、シャンパンと。シャンパンの方が合うかな、やっぱそんなイメージだよね、うんうん、飲んだ感じがね、うんうんうん、ただね、この柚子部分が結構効いてますね、うんうん、シャンパンの方がやっぱ合いますね、うん、これだとなんか白ワインの味が強くなっちゃう感じはあるかもしれない。あっちゃん手袋取った方がいいんじゃない、まあ、でも飲めりゃいいんですけどね結局はね、結局美味しいんですよ、うん、結局美味しいんです。ぜひ皆さんもこの牡蠣とね、白とかシャンパンっていうのはいいもんですね。いいもんですね、まあ、大人はシャンパンでいった方がいいかな。そうですね、うん、おすすめです。まあ、牡蠣は美味しくいただいたんですけど、まだ飲み足りない我々としては で、ね、で追加でね、これね、山形牛、山形牛と比内地鶏の、うん、まあ、なんつうの、串焼きと、これね、これ全然関係ないんだけど豚まんどこのもんか分からない豚まんとこれ米沢牛、これ最高級牛肉、ね、山形の店なんで、うん、今日はね、うん、今日山形こすってるんですよ山形行ったことないんですよ行ったことないですね。これはいぶりがっこのおにぎりらしいんですけど、うんうん、まあこれは別に俺いらないんだけどさまあまだお酒が残ってるんで、残ってますね、今日は山形をこすって、うん、行きたいなとですね、ぜひじゃあこれ高価な山形牛を、僕ぜひ地鶏がいいんですか、ね、地鶏がいいんですか、地鶏がいい、鶏行ってくださいよ、じゃあ比内地鶏、比内地鶏、確かね、比内地鶏って絶滅危惧種食っていいので、だから、うん、実は比内地鶏ってだからフランスかなんかの鶏と掛け合わせて、うん、比内地鶏ってやってるやってるらしいです。本当の比内地鶏は絶滅危惧種らしいです。レッドゾーン入ってるじゃあ、ナツコどうぞ、もう食べてください。はい、いただきます。比内地鶏、うん、やっぱ地鶏ってこの噛み応えがね、あ、結構弾力あるから、うん、あ、そうなん、それはいいですよ、なんか、うん、うんうんうん、合います合います合います、うん、これもう完全に塩味、うん、うん、じゃあ私はね、もうこの山形牛、うん、山形牛、これ見えます、山形牛いただきます。うん、まあこれね、多分ですけど、いいやつなんですよ、うん、これいいやつなんですね、うん、だけど私たちの年にはね、ちょっと脂っぽいねなるほど、うん、多分ね、僕らのもう年になると、うん、A4 の赤身ぐらいがいいんですよ、あ、はいはい、これかなりちょっといいやつなんだから、脂がやっぱねジューシーすぎるっていうのかな、はい、僕も1個いただいて若い子はね、うん、これいいと思うんだけど、まあ僕これ全然いきます、僕、うん、
ちょっと若さをアピールしますけど、ね、油はしつこくないけど、うん、いい油だけど、まあ、でも年が違うじゃないですか。あのね、僕としてはもう少しヒレっぽい方がいいんだよね、あの赤身っぽい方が。でもまあこれは柔らかくて美味しいんだけどね、うん、まあ年齢によるんじゃないこれ、うん、美味しいは美味しい、うん、これ三元堂の肉まんらしいですけど、山形関係あるのかな。三元堂は関係ないですよね多分ね、うん、これも2つあって、あ、はい、夏くんはい、いただきます。三元堂、うん、コンビニと一緒。コンビニよりうまい。コンビニよりうまい、うん、俺ももらいますよ。あ、コンビニよりうまい。なんだろうねこれ、美味しいよね、うん、僕ねこの皮結構好きなんですよ。あ、分かるこの白い皮だけ食ってるわ。うん、うん、続きましてはあの米沢牛のコロッケ。山形小杉だからねですね。米沢牛って言ってたね、日本の中でも相当高級な。山形行ったことないんだけどね。私も行ったことないですね。いきますよ、うん、お、どうなのよ、うん、あのね、今思い出したんですけど、僕ねそもそもコロッケがめっちゃ好きなんですよ。あ、そうあの、じゃあもう最初からレベル高いよね、うん、評価が、うん、メンチカツよりコロッケの方がいいんですよ。あ、メンチカツは、うん、これあるあるなんだけど、うん、もうね40代は、うん、メンチカツは 100% 胃もたれするの。だから俺食べないんだけど、はい、うん、あーうまい、うまい、よかったね。ほいじゃね、この芋の潰し具合がすごいすごい好きこれ。あ、そう、うん、ちょっと残ってるみたいな、うん、さっきはね山形牛の串焼き食べて、うんうん、これは米沢牛で、うん、また違うんだね、うんうん、うまっ。あ、コロッケうまいな。これはどうなの、その白ワインにあったりとか。ああ、そういうのないの、関係ないですね。飯だね。飯だね、あの、なんならビールです。締めに入ってるから、うん、うん、あと揚げ方が上手かもしれない。うん、うん、よかったね、このベタつきがないというか、その外身に、うん、まあ一応当たりと、うん、素晴らしいですね、うんうん。